ここしっかり封じ込めましたね。この花戸の動き出しっていうのも見事ですね。まあ、感じてはいますよね、出し受けて、うん、まあ、それはやっぱトレーニングでやっぱ落とし込んでるはずですからね。ボールは大宮、10番の黒川です。黒川、そして26番ボランチの小島、いいボールが入る。さあ菊池だ、マリウスの中押し込んだ、大宮アルディージャー2点目。38分11番の奥抜き、ナックファイブスタジアム大宮、アルディージャが前半だけで2得点。まあ、ここからですよね、右サイド、まあ、前節 の、 その松本さん先制点を、ね、こうやっぱり思い出すような、ね、小島選手の背後、まあ、そこを感じ取ってしっかりと背後を狙った菊池選手、まあ、マテス選手も、ね、しっかりこう、まあ、反応しましたけど、まあ、そこを、ね、こ、 うこぼれ球ねしっかりといる、まあ、ゴール前にしっかり人数をかけているというところで、そのこぼれ球をしっかり拾えてましたからね。まあ、この小島選手が絶妙ですよね。まあ、フリーで、ね、こうやっぱり蹴れれば、まあ、この選手は選手ありますし、まあ、しっかり視野も広いです。